こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は JR 上野駅に今から行ってみたいと思います。はい、弓矢散歩、朝散歩、ぜひ綺麗な映像をご覧ください。はい、ということでやってきました、 JR 上野駅です。はい、今時計は6時50分を指してます。朝一の上野駅です。こんな風にライトアップされてるんですね。綺麗ですよね。はい、皆さんは上野駅利用されますか？はい、ね、一度は行ったことあるよという方多いと思いますが、はい、私は大好きですはい、よく行きます。はい、上野駅はですね、アトレとか成城石井とかあるのですごく便利なんですよね。結構ね、アンデルセン、ここのパン屋さん美味しい、大好きでたまに買います。はい、じゃあそのままちょっと上野駅を歩いていきまして、忍ばず口をですねちょっと歩きたいなと思います。はい、上野駅ですね、天井低いんですよね。もう結構昔からね、ありますからね。上野駅忍ばずの改札を、はい、の方を出ていきます。忍ばず口ですね。はい、こちらは忍ばず口、上野公園ですとか淀橋上野とかね、そっち方面に出る方はこちらになりますね。うん、朝は人が少なくてちょっと歩きやすいですね。はい、アトレがあります。アトレもね、結構私好きでよく行くんですが、はい、こんな感じにね、なってますね。上野駅といったらパンダですよね。パンダ、上野動物園。私ね、上野動物園の年間パスポートとかを使ってよく行ってた時があるんですが、はい、私実はね、パンダが大好きなんですよ、パンダね、皆さんね、上野動物園のパンダ見られたことありますか？はい、今はリーリーとシンシンと、その子供のシャオシャオとレイレイがいるみたいですね。ちょっと私ね、最近はね、まだパンダ見てないんですが、ね、ホームページとかでね、見るとね、結構日々の写真とか動画とかが載ってますね。はい、ということでそのまま歩いていきます。はい、上野公園の忍ばずの口を出て、はい、歩いていきます。上野公園の出口の方にちょっと行きたいと思います。はい、で、上野動物園というと、私何の動物が一番好きかなってよく息子と話してるんですが、私はですね、実はカバが一番好きでカバ大好きなんですよ。カバの何が好きかというと、プリプリした感じの体がね、フォルムがもうたまらなく可愛いなというので、はい。ちなみに今ちょっと上がってきましたね。ちょうど電車が通ってます。はい、京浜東北線ですね。水色の車体は京浜東北線が走ってます。今ちょうど朝日昇るところで、空も綺麗ですね。はい、なんか上野駅のホームが非常に綺麗な形で映ってます。うん、朝散歩気持ちいいですね。やっぱ朝は最高ですねはい、ということでね、その上野動物園、私はカバが好きという話なんですが、私のね、好きなカバ、そのね、ジローというオスのカバがいたんですが、実はね、そのジローはもう2年ぐらい前ですかね、亡くなってしまって、はい、ちょっとね、悲しいんですが、はい、今ちょうど山手線入ってきましたね。E235 系です。はい、最新の山手線。そうなんですよ。ちょっと話が行ったり来たりなんですが、はい、カバ、あとはね、小さいカバもいるんですよ。小人カバも結構まだね、いますね。そう、大きなね、2トンとか3トンあるね、ジローはね、結構何が好きかというと、飼育員さんにね、すごく懐いていて、飼育員さんがこうジローのね、お世話をすると、ジローが本当こうね、飼育員さん大好きっていう感じで愛情表現するんですよ。もうその姿がね、本当に可愛くてということで、ジローの話をしてると、もう
駅の方についてきましたね。公園口の出口になります。はい、左に見えるのは東京文化会館ですね。はい、ここは美術館とかね、博物館非常に多いんですが、はい、美術館もね、私結構行ったこともあるんですが、またその話は次回にしましょうか。はい、ということで今日の弓矢散歩、はい、上野駅をですね、はい、ぐるっと歩いてまいりました。公園口に着きました。はい、朝日を見ながらの散歩という形で、はい、ね、この綺麗な映像をお届けできたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。